やっと一休み。うわぁ、早く閉じて。どうして隠れてたの？科学の実験だよ。平行次元にワープするんだ。経過は順調？全然ダメ。お話の本と鏡では失敗した。単行部できただけ。9と4分の3番線は試したの？なんてこった。チケットある？いや、もっと簡単にできるかも。どこに行きたい？例えばビキニタウンとか。それではスーのクラフト航空がお連れいたします。やったー。ブーン、もうついちゃった。あれ、でも何もないけど。慌てないで、サム。じゃあビキニタウンへようこそ。からかってんの？ただのウレタンボードじゃない。今だけね。まずは本物の砂を敷いていくよ。砂と糊を混ぜてドロドロにするからね。ぷぷー、道開けてちょうだい。ちょっと。言い忘れていたけれど、町は自分で作るの。ワーキングホリデーってやつ？楽しそうだね。よし、じゃあまずはそのシャベルを持ち帰って。了解。このビキニタウンは粘土で作るよ。なんてこった。スポンジボブのパイナップルの家が最初ね。そう、定規を使って溝をつけていくよ。そのお家、お家賃いくらです？ただだよ。お家賃はただ。中に入れればだけど。もうちょっと大きくしてよね。先に言ってくれてれば。まあでもそう言うなら。わかった。やっぱなし。その家を完璧にしよう。影をつけてよりリアルに。見ててよね。スーもやってみて。じゃあやるよ。本当だ。これうまくいくね。窓を作ろう。この粘土をつないで。うん、でも道具がいるかも。これが出来上がり。いよ。こっちでももう一つ窓を作ったよ。いいね。なんか照明みたい。他はスポンジボブが作ってくれたみたいだよ。へえ、スポンジボブも工作できるんだね。ドアを取り付ければお客さんが呼べる。ちょっとまだ待ってよ。まだ完成してない。ほら、サム、湯気を出して。ビキニタウンじゃ湯気は出ないんだけど。それは失礼。この煙突はお家に取り付けることにするよ。さあ皆さん、有名なパイナップルのお家だよ。葉っぱがないのに完成？冗談よしてよ、スー。そうだった。まずは葉っぱを育てるところからね。いろんな形と大きさのものを作って、そこに影をつける。簡単だよ。手伝います。私ならお茶の子さいさい。スー、ちょっと、ガーデニングじゃないんだよ。それじゃあお外をきれいに飾る？それは明暗。すぐに取り掛かろう。海の底でガーデニング、はあ、幸せだな。痛い。何をするのさ。あれ、わかんない。それじゃあ待ってて。特別にヒントをあげるからね。作業着に着替えるよ。どうも彫刻師さん。そのおひげは何？彫刻で有名な人物はみんな生やしてるからさ。うん、それなら私も生やしてみようかな。いらないよ。彫刻は全部僕がやるからね。みんな、このお家見覚えある？誰の家？イカルドのお家。有名なモアイ像に似ているんだよね。そう、アートへの理解があるのかな。私もだけど。それ。うん。眉毛の下に目をつけよう。マッチしてるデザインね。粘土ドアサービスです。お待ちよ。ドアがはまったよ。
私はデザイン担当者。木目の感じを足そうね。そして仕上げはドアノブ。ここは高すぎ？ここかな？正解！いい出来栄えだ。高評価よろしくね。それじゃあこのお家を住所まで運んであげようね。シュン、大ニュース！僕もここに住む。なるほど、パトリックみたいに岩の中に住む？ちょっと味気ないかもね。なんとかしよう。こうして、はい、あとはもう少しデザインの手を加えれば。これとかね、嵐がやってくる方向がこれでわかる。今まで作った中で一番シンプルなお家でもこれがいい。こちらの住宅ご購入されます？なんでも取り揃え。果物、石像、お値打ち価格のこれ。そうだな、自然いっぱいの郊外がいいな。もちろんです。こちらの素敵な原っぱを。ああ、ずっと良くなった。だんだんビキニタウンに引っ越したくなるね。ご近所さんに挨拶しよう。みんなゼロから作っていくよ。ピンクでぷよぷよ。スー、僕はもういらない。違うよ、そんなんじゃないって。はあ、そっか。クラゲ畑に住むクラゲだよ。お腹の模様を見て。いや、騙されちゃいけない。気づいたら僕と入れ替わってるんだ。近づいちゃダメだよ、みんな。ほら、可愛らしい。サム、いっぱい作るから手伝って。しょうがない。みんな、通知のボタンをオンにして動画はそのまま続けるよ。スン、急いで。畑を完成させないと僕がサンゴだらけになる。そりゃ困るね。じゃあみんなこっちおいで。はい、クラゲ畑へようこそ。はい、ここも。はい、来る人が迷子にならないように看板もね。町を広げよう。もっと市民が増えた方がいいもんね。はい、すみません、売り切れました。別の世界でどうぞ。スポンジボブの工作をもっと見たいって人は高評価。次のステップは影、取り掛かろう。物に色塗り、なんてこった。腕が鳴ります。それちょっとサム、こっち入ってこないで。僕はあー、心のゆくままに。まあ結局こうなったんだけど、どうかな。これをクラゲ畑の隣に。いい景色。スン、新しい市民だよ。海藻。海藻？そうは見えないけれど。当たり前さ、それでスーが作るんだから。ああ、そういうこと。それできた。こんな感じでいいよね。最後の仕上げは任せて。君たち頑張れ。海藻ってこんなに簡単に生えるんだね。海の外でも作れちゃったよ。新しいご近所さん、仲良くね。取るよ。はい、ビキニ。なんか足りない。大丈夫に見えるけど。そうだな。あ、浮き輪を忘れてる。何？溺れるごっこがしたいの？だから浮き輪だって。ああ、それね。じゃあオレンジの粘土がいるな。形は作ったから色塗りよろしく。できてる。ビキニってどう書くんだっけ？サムチンって感じで、流れるような文字で。これで合格かな。スン、くすぐらないでよ。重いもの持ってるんだから。私触ってないけど、それひょっとして。取って取って。サム、こっちこっち。はい、君たちはここで暮らしてね。ありがとう。トゲで死んじゃうかと。スライムはウニが平気なんじゃなかった？それ先に教えてよ。慌ててる顔、面白かったよ。さて、仕上げ仕上げ。任せて。
成したビキニタウンをどうぞ。素敵だね。スー、ついに分かったぞ。スポンジボブ次元を破壊して無数の新たな次元を作るのだ。あの、一つ教えて。ドクターストレンジがなんでビキニタウンに？それだってその、そこまで考えてなかったや。今のなしで。街はあなたから守らないとね。ち、失敗だ。いたずらのためにみんなの高評価を僕に送って。チャンネル登録もよろしく。またね。